こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。昨日はですね、現高校2年生向け、高校2年生以下向けということで、私文に簡単に決めないでねというお話を差し上げましたけれども、現高校2年生にとっては、文系選択してしまってもう2年生も終わりに近づく12月、今更そんなこと言われてもねというお話があるかと思いまして、その続きの話、高校2年生を中心にお話を進めていこうと思います。で、もしこのまま私立文系に進むということで、今までの選択通り、進路を変えずに進んでいくよということであれば、ぜひこれを考えていただければなと思います。これはミスプリでも何でもないです。自分が自分が自分がって3回書いたんですけれども、大事なことだから3回、書いておきました。やりたいことを考えてみてください。で、ダメな選択というところで考えているんですけれども、よく聞くのがこういう形ですね。経営学部が就職いいんでしょうみたいな形で、考えて、で、経営学部選択するというお子さん、たくさんいるよねというところで目に留まるんですけれども、その後ろには、一橋ならねとか、慶応ならねという隠れた言葉が背後についていることに気がつかないで、経営学部が就職いいんでしょうというところだけを拾い上げてですね、選択していくというところがあると思います。ですので、君が進学しようとしている大学、考えている大学の、ぜひですね、ここを見て、あれ画面が変ですね、よいしょ、ぜひ進学しようとしている大学のホームページに載っていると思いますので、就職実績を見てみてください。で、卸小売不動産がほとんどじゃないですか。要は卸売のあるいは小売の不動産屋さんの営業マンとして働く未来でいいんですかというところを考えてみていただいて、で、そこでも、ある程度大手企業に進めればそれでいいんだというのも一つの選択でしょうし、やりたいことが例えば不動産屋さんで、一旗あげたいんだというのが、やりたいことであるのならば、別に卸小売不動産の業界が悪いと言ってるわけではなくて、自分がやりたいことを考えずに、なんか経営学部っていいんでしょうという動機づけだけで、進学してしまって、で、結局ついた、仕事がこういうところになってしまうのは不本意じゃないですかというところはぜひ考えてみていただければなと思います。で、やりたいこと選択ということで自分のやりたいことを考えていただいて、これ極端な例を持ってきましたけれども、例えばですけれども演劇がやりたいんだよということであれば、例えばですけれども早稲田は無理だよね、でも、日芸だったらもしかしたらなんとかなるかもと思うのであれば、そちらへ向けて頑張っていただければなと思います。で、就職はどうするの、演劇がやりたいなんて言って大学を選んで、就職先あるのというところを、先に考えるのであれば、就職はやりたいことを突き詰めた結果で、決まっていくものなので、だから就活の時に、学生時代に、一番力を入れたことを学知かなんて言いますけれども、は何ですかという話になってきて、僕は演劇がやりたくて、早稲田なのか日芸なのか、その他の大学なのかに進んでこういう活動をしましたよということをアピールして就職していくということにつながっていくので、ただ単に、上のパターンのように、経営学部に行っとけばなんとかなるんでしょうというところで、進学をして、で、就職の時に学知化がないということよりも、もし、やりたいことがしっかりあるのであれば、例えば演劇なら演劇で進んでいただいて、で、やりたいことを大学4年間、一生懸命やっていただいて、で、その結果として、例えば出版業界があるかもしれないよねということで、考えていただいた方が、もしかしたらマスコミ関係あるかもしれないよねということで考えていただいた方が、充実した4年間、そして充実したその後の、仕事をする人生ということになるんじゃないのかなというふうに思っています。で、文系選択してしまったのに
今更言われてもねというところで、別の道を考えてみたんですけれども、国立の一般受験、これはぜひ考えるだけはただですので考えてみていただければなと思います。で、埼玉の、生徒さん向けのお話が私の視聴者さんの中心だと思いますので、そうすると、埼玉から自宅から通える国立大学ということになると、どうしても難関大学が多いということになってしまいますので、地方国立への道というのを考えてみていただけたらなと思います。で、当然地方国立で進むことになると、一人暮らしは大丈夫なのというところでお父さんお母さんと経済的な面をですね、相談しなければいけないということにもつながっていきますし、お父さんお母さんが絶対ダメっていう、一人暮らしはダメっていう、特に女の子のお子さんだとそういうお話になってしまうご家庭もあるかと思いますので、そこはぜひ、話し合ってみていただければなと思います。で、受験科目はどうなの、共通テストのボーダーはどうなの、今これネットで簡単に調べられる時代ですので、そこはぜひ調べていただいて、あと1年ちょっとで、なんとかそこまで手が届くのか、そこまで頑張りきれるのか、今ならまだ、十分時間はある段階ですので、来年の今頃になってやっぱりこっちにしとけばなと言ってももう手遅れになってしまいますので、ぜひこの時にですね、これから始まる冬休み、十分時間はあると思いますので、ゲームをやってロールプレイングゲームの主人公の勇者のレベルを上げる時間があるのであれば、北から南へ向かってでも結構ですし、南から北へ向かってでも結構ですので、地方国立大学の、募集要項とですね、あとは協定のボーダー、こちらはヨゼミ等々で出ていますので、それを調べて、Excel にまとめるのか、紙にまとめるのかという形で、考えてみていただいたらどうかなと思います。で、学部を選ぶときに、先ほど経営学部を、選ぶお子さん多いよねというところなんですけれども、その背景にある気持ちというのが、文系で考えると、経済と法律は難しそうだよね、でさらに言うと先ほど演劇がやりたいなんていう話をしましたけれども、文学部ですか、文学部はこういうなんていうんですか、やりたいことが決まっていて進んでくるお子さんが多いので、自分は別にやりたいこと、例えば日本文学やりたいんだですとか、英文学やりたいんだですとか、心理学がやりたいんだですとか、そういった形のお子さんばかりのところに行くのは嫌だな、別に自分はそれがやりたいわけじゃないしな、でも経済やとか法律は難しそうだよな、経営だったらなんとかなるんじゃないっていう気持ちが背景にあるような気がしますので、そうすると、経済とか法律というのを難しく、そうで嫌だな、とっつきにくいなと考えるのであれば、ぜひ地方国立大学の中で教養学部を探してみていただければ、広く浅くと言ったら失礼かもしれないですけれども、その中で、単位を取得するときに興味を持てる学問をですね、探しながら、単位を取りながら、学んでいくことができると思います。でもう一つ狙い目なのが教育学部という形で、銘打ってあるところが多いんですけれども、その教育学部の中で教員免許を取らなくても卒業できますよというコースもあります。よくあるのが、教育行政等々に就くような、教育のことを学びつつですね、教員を養成するということではなくて、地方公共団体の中で、そういった分野の人材として就職を考えていくみたいな形のコースがあります。学芸大にもあったと思いますし、最近目についたところですと秋田大学は教育学部でなくて秋田、教育文化学部という形で銘打ってあって、教員免許の、教職コースとまた別に、そういった形で、地方公共団体に就職を目指すような、コースもあったと思いますので、そういった形で探してみていただくと、経済とか法律ですとか、あるいは経営ですとか、文学ですとか、そういったことに縛られず、幅広い教養を学ぶことができると思いますので、この辺の学部をですね、中心に探してみていただいて、地方国立への道というところを模索してみたらどうかなと思います。
で、まあ、一般受験では手が届きそうもないかもしれないけれども、総合型だったらなんとかなるかなという考え方もあるかと思います。あるいは2本立てでですね、一般受験に向けて今からよし頑張ろうということで、鉢巻きを、巻き直して頑張っていく、行きつつですね、もう一つチャンスを増やすということで、総合型選抜にもチャレンジしておこうということで考えるのであれば、今すぐ探究テーマを決めていただいて、で当然、この目標となる地方国立の 大学を、見つけていただいて、その国立大学へ向けて、探究テーマ、どんなテーマがいいのかなというところを、皮切りにですね、レポートを、まあ、仕上げていっていただいて、で来年の夏ぐらいには、なんとか形にするということで進んでいっていただければチャンスを1回増やせるよね。で、もしこれで合格が勝ち取れてしまえば、万々歳な受験、来年の年内には、決まってしまう受験ということで、まあ、頑張りがいがあるんじゃないのかなと思います。でもう一つの道ですけれども、文系科目で受験できる情報系あるいは農学系の、学部最近増えていますので、ここはぜひこの冬休み、これから始まる冬休みにですね、ぜひ調査をしてみていただければなと思います。で、新設学部が、だいぶできていますので、新設学部を狙ってみてはいかがですかというところですね。であるいは増員学部、今までの学部が募集していた人数よりも、だいぶ増やしている学部がありますよというところで、探してみてはいかがですかというところですね。で、あるいは、私立もあるよということで、私立で、まあ、私立文系と言っていいのかどうなのか分かんないですけれども、まあ、情報系農学系の学部を増設している、あるいは増員している、私立でどうなのかというところも考えてみていただければなと思います。で、もしかしたら、今通っている高校から指定校推薦で行けるかもしれないですし、総合型で行けるかもしれないですし、そうすれば来年、年内の受験ということで、決めていくことができるかもしれないんです。で、ただ引き換えにですね、偏差値ですとかブランドですとか、そういったところが、まあ、見劣りするような気がするのであれば、そこをご自身として引け目に感じないのかどうなのか、一番最初にお話しした、これですね、まあ、ダメな選択で挙げましたけれども、経営学部が就職でいいんでしょうみたいな形で、君が進学しようとしている大学と比べて、さらにネームバリュー的には落ちるかもしれないけれども、それでもいいのかどうなのか、というところも踏まえてですね、考えてみていただければなと思います。で、まあ、先ほどの経営学部等々に比べると、情報系農学系は学費的に、私立ですと余計に、高くなる可能性がありますので、学費的には大丈夫なのかどうなのか、そちらも、お父さんお母さんとしっかり、話し合ってみていただければなと思います。で、思いついただけでもこんな形で、まあ、4つの方法あるかと思いますので、ぜひこのクリスマスからお正月時間があるときにですね、ぜひ考えてみていただいて、で特に総合型選抜を考えて探究テーマをということであれば、もうだいぶ時間は限られている状態だと思いますので、もう半年あるかないかの中でテーマを決めて、いろいろ調べてレポートを書いてということになってくると、時間はだいぶ限られていますので、ぜひ今すぐ走り出していただければなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。